見せてもらおう。ビーデルの性能とやらを。どうも皆さん、ワイルドボンバチは徳島のバンブーキンです。いつもご視聴とコメントご評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドッカンバトルやっていくんですけども、このビーデルさんですね、オーニングキャラクターの力属性のビーデルさん、まあちょっとね、フレンドさんにお借りしてですね、まあ、使ってみようかなと思っております。はい。で、正義の味方、またピチピチギャルの 170% リーダーですね。ピチピチギャルも、壊してきました、とうとうね。はい。で、必殺技アタックが上昇の一旦ディフェンスが上昇で相手に超絶特大ダメージを与えると。で、パッシブが自身のアタックとディフェンス 158% アップ、もこの段階でもめちゃめちゃ強いんですけども、で、自身が攻撃するまで高確率で攻撃を回避、攻撃時にさらにアタック 58% アップ、敵の攻撃を回避するとそのターン中全属性に効果抜群で攻撃と。で、攻撃を受けるとそのターン中さらにアタック 58% アップ、1番目か2番目に攻撃すると必殺技追加発動、3番目に攻撃するとアタック 58% アップし高確率で敵の攻撃を回避。使いどころですよね。だからあのもうそろそろ敵のとどめ刺したいなって時は1番目か2番目で、あのちょっと HP がやばいなって思う時はもう3枠目に、置くといいかなっていう感じかな。まあどうなんだろうね、まあ時と場合によりますけども、連撃級開始8の1突ですね、ありがとうございます。で、スキルダマタックレベル5をつけておりますね。はい。で、カテゴリーが4つか、正義の味方、魔人ブ編、ピチピチギャル、地球人ということで、最近魔人ブ編のキャラがやたら出てくるね。なんでだろうかというところで、今日行くのは、まあ、極限スーパーバトルロードのピチピチギャルのみ挑戦か行こうかなと思ってますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。私、持ってないというか、まあね、回してないです、正直。で、私のリーダー、ブリアンデシャトーですね。ピチピチギャルまたは変身強化の 120% リーダーでございます。で、必殺技封じで、その、攻撃参加ターンですね、変身しますと、ぶっ壊れになりますと、回心15回避11の2次となっております。で、中身なんですけども、K ですね。はい、連撃15回心11の2次となってまして、パシブこんな感じですという感じですね。はい。で、それの相方といっても過言ではない、チート姉さんですね。カリフラ姉さんでパシブこんな感じと、連撃12回心14の2次となっております。で、 LR のスーパーサイジン2カリフランドスーパーサイジン 2K ですね。はい。2突にできるんですけど、限突 UR は UR で置いてあります。で、パシブこんな感じです。連撃11回心8の1突です。現段階では、超速のスーパーサイジン2カリフラですね。で、パシブこんな感じですね。連撃11回心5回避15の2次となっております。で、もう極限、ピチピチギャルロードでも欠かせないこのランチ姉さんですね。はい。くしゃみで変化しますよと。で、パシブ壊れますよと。連撃14、回心15、回避4の2次となっております。なんですけど、これ、パシブ忘れたな。高確率で回心が発動。さらに、こうで、ビチビチギャルからの味方がいるとき、攻撃した敵の必殺になる。了解です。了解です。で、サポートアイテムも同じ身の種類で、サポートメモリーね、どうしよう。どうしようかな。5K だって、あえて超軽視でね。いや、これ、上げたところで。回復する？兄弟の傷いねえしね。下の傷もないしね。ファイヤードラゴンでいいんじゃない？で、鍵使って言いましょう。はい。すいません。冒頭長くなりました。で、このピチピチギャルロードに関しましては、多分ね、めちゃめちゃ時間かかると思うんで、スキップか倍速で、見ることをお勧め、いたします。はい。さあ、動画にするのは初めてですね。生配信とかでね、このピチピチギャルロードやらさせていただいて、まあ、買った試しがないという感じですね。で、純粋サイヤ人のね、孫悟空はね、置いておこうかなという、そんな感じでございます。で、1枠目に置いてみましょうか、ビーデルさんね。で、どうしようかな、悟空の、じゃあ必殺技封じ、しとこうかな。まあ、カリフラ姉さんがね、まあ、高確率回避してくれるんですけど、所詮高確率なんでね、赤いしないんだ。アーザス、アーザス。258万壊れてますな。270万。アタック無限上昇ですからね。どん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 上がっていきますよ。おおじゃあこれね、使ってみたら欲しくなるんですよね。っていうか、まさかフェスゲンでビーデルさん出てくるって夢にまで思ってなかったですから。どうですか、パンブーキンフェスゲンなんてどうすか、そろそろ。絶対出ねえ。売り上げに響くわ、バカ野郎ですね。なかなかないですけども。で、ここの必殺技封じをしておく。なんかね、ピチピチギャルロード終わってね、
悟空が妙にね必殺技を打ってくる傾向があるんですよね。まあ分かんないですよ、時と場合とよりますけども、はい、くしゃみして金髪になりましょう。スーパーサイズになっていくと、はい、ありがとうございます。そうですね、じゃ あ並びはこうでいいんじゃないで、天津飯を集中的にやっていったらいいかな。でケールがね全属性ガードをしてくれるんで、細ない食らう心配はないでしょという感じですね。はい、で天津飯の必殺装置ですね。このランチもね通常ガシャさんで、ね、まあまあ強いんですけどね。あ、そうか、ランチアタックテイク持ってんだ、忘れてた、ありがとうございます。追撃ナイス。あー、いいですね、素晴らしい。こうねあのなってきますとね、スーパーバトルロードも有利になっていくんですよね。まあ、なかなかね稀にしかないですけどね、連続必殺来るっていうんが、さあこのケールさんは全く点数無限上昇ですね。で相手が純粋サイヤ人または宇宙サバイバル編の敵だと追撃してくれるというのは優秀ですね。通常ガシャ3枠ではまあ優秀と、女をなめんじゃねっつう話です。さあこのカリブランドケールで天津飯落とすかと思ってます。はい、これ音声入ってる、大丈夫、大丈夫よね。たまにねベラ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 喋ってね、あ、やっと撮影終わったって、ね、止めた時にね音声入ってなかった時多々ありますから、もうそういう時も悲しいですよね。でも豆腐の角を打って死にたいなという感じで、そんな感じでございますけども、そうですね、じゃあね高確率じゃあ回避してくれる3枠目に、置いて、あーどうしようかな。まあ必殺表示しとったらまあ大丈夫だろうと思ってる。カリフラは絶対避けますからね。はい、相手が純粋サイヤ人、宇宙サバイバル編だと必ず避けてくれる。これはもう破壊神集結イベントのもう皆さんご存知の通りのバトルカードとなってますね。チート姉さんでございます。さあ会心ありがとうございます。でこのリブリアンさんでうちの嫁班で必殺封じしていくと。はい、ありがとうございます。ちょっと微妙にくらですね。264万、すげえなー。回避はしないと、あ、でもね2桁台ですよ、すごないっすか、すごないっすかこれでランチで受けていただいてランチでアタック低下していくようなそんな感じでいこうかなと思ってます。よろしくどうぞ。さあやっぱりねこのね極限スーパー、めっちゃ暗いや、極限スーパーバトルロードのピチピチギャルロードはねものすごい時間かかんねえ、ダメージがとんねえんだわ。まあこの度ね、ビーデルさんが、ピチピチギャルの 170% リーダーですから、ほんまは理想としては、ビーデルサンドで、中身ね優秀なピチピチギャルのバトルカードほんだに入れて挑むのがねおすすめなんですけども、なかなかね持ってる持ってないってもう差がありますからね、このドッカンバトルさん、ディスってるわけではないんですけども、はい。でケールで落とすかな、127万、どうなんかな。まあ追撃してくれるんで、倒してくれるだろうと思ってます失礼、どうですかね潜在玉の追撃で落としていくような感じですね。これなかったら次のターンまた繰り越しになりますという感じで、第一ステージクリアですね。なかなかですね、まあ苦手属性ですからね、本来ダメージは通らなかったよねっていう感じ。はい、ここも純粋サイヤ人の、何ですか、あ、ベジータですね。ほので、ベジータ後回しで、ご飯とクリリンを、先制攻撃していこうかなというところの、なんか、謎にハイヤードラゴンが、発動していくという感じですね。超筆の、そうですね、あ、どうしよう、で、の、はい、の、どうしようかな。あ、ベジータ必殺封じしとこうか。お願いします。で、ここは大丈夫ですね。ネズミ使いましたね、今ね。はい、304万。素晴らしい。これね、皆さんね、ぜひ、復刻来たらというか、これがピックアップの伝説降臨来たら、ぜひね、狙っていただきたいですね。まあ、狙うったってね、出なきゃ意味ないしね。回してんのに出なきゃ意味ない。ね。ありがとうございます。これ確定追撃ですね。純粋サイヤ人のベジータがいるから、確定追撃3回目の攻撃で、次で潜在玉の追撃来てくれたらありがとうございます。ちょっと待ってよ、
ここまでが確定追撃か、忘れたな。さあこのターンでご飯ワンチャン落とせたかもしれないですね。まあでもね、とりあえず、まあ、極限スーパーバトルロード舐めちゃいかんというところで、舐めプリンいったらまあやられてしまいますから、うん、先みたいにランチさんみたいにね8万9万食らってしまうんで、うん、うまいことことを進めていった方がいいですね、無難に。転ばぬ先の手すりっていうのを噛んでいくね。転ばぬ先の手すり、はい、失礼しました。で、そうですね、とりあえずスーパーサイジになってくるでしょ。でビーデルさんですよ。ビーデルさんを戦闘でいいと思うわ。でご飯どうしようかな。ベジータアタック低下しとった方がいいんじゃないとなんか思ってるけど、勝手に。どうですか。でカリフラ、スーパーサイヤ人2カリフラで落とすんじゃねえか説、うん、どうなんかな。結構赤いですね。赤いしないですね。うっとしいですね。231万、私の方のリーダー 120% リーダーですよ。これでも230万叩き出してますからね。うん、叩き出しましたですからね。いや素晴らしいですよ。いや、こうやっぱ使ってくるね。やっぱりね、欲しくなってくるんですよね。回さない。絶対回さない。理由があるんですよ。理由が。また楽しみにしておいてください。理由があるんですよ。ちょっと今、フェスをスルーしてる理由がね、あるんですよ。あるある。さあ、果たしてここまで見てくれてる人はいるのかどうかわかんないですけども。ね、なかなかこの長い動画ってね、基本的にあんまりこの、なんていうんですかね、1から10まで見る人って少ないと思うの。だから、5、6分の動画一番ちょうど適してんじゃねえかなっていうところで、私最近ね、5、6分の動画出してるんですけども、あんまりね、短いとね、YouTube 側からね、広告、つけれまへんで、言って来るんですけども、まあ、広告って言って、また、全然ね、収益感も減ったくれもないんですけども、はい、どうしようかな。あ、こうしよう。うん、これがいいよ。一番いいよ、これがね。うん。で、あんまりね、変なところでね、磁気玉取ってするとね、変なところでドッカーモード来ても具合悪いんで、うん、こんな感じで行きましょう。お願いします。で、カリフラなんで必ず回避してくれますからね。うん、危うくね、ミスるところでございましたけども、91万。これもアタックディフェンス無限上昇ですけどね、なかなかね、うん、ちょっとね、スタートダッシュがね、鈍いというかなというか、さあ、これ確定次ですね。もう一発なんてないですよね。ありがとうございます。さあ、このターンでクリリンを落とせるはずなんですけど、多分ね、144万。やっぱりね、この通常ガシャ3枠のケールちゃん、うん、ケールちゃんがね、だいぶ優秀かなと思ってます。はい。うん、なかなか会心が出ないですよね。ありがとうございます。これが潜在玉の追撃かな。さあ、何が何やらもうさっぱりわかんないですよね。まあ、追撃してくれたら一番ええ、なんでもええんですよ。追撃の会心出てくれたら何でもええんですよ。スーパーバトルロードに関しましては、いや、どのステージもそうか。うん。だから、破壊神集結のイベントでは特にですね。うん。あれこそ追撃会心でなきゃ。うん。運も実力のうち、言うてな。シェイクコンバットですね。どういうことですか。必殺技名言うただけですね。シェイクコンバットですね。そうですね、ですね。自分で言うておかしい。おい、なんでシェイクコンバットですね、言うたんだ。さあ、はい、というわけで、いきましょうか。どうしよう、敵の多いところに、ちょっと待って、先にじゃあ必殺技封じしといて、敵の多いところにランチ的な、うん、ランチッチ的な、うん、そんな感じでいこうかななんて、思っております。で、ビーデルさんが回避してくれると思うんですけども、あんまり時期玉取りたくない。うん。リブリアンで、ね、とりあえず、真っ先に。あの必殺技封じを、まあ、しといて、ベジータの必殺が来ること心配ないというところの、転ばぬ先の手すり。なんか言えねえな。転ばぬ先の手すり。今日も滑舌悪い。ありがとうございます。滑舌よし。カチュージェチューよし。ね。ありがとうございます。バラビリブルベロバロ。はい。ありがとうございます。これ、アナウンサーの中の発声練習らしいですよ。バ行の間にラ行を入れる。バラビリブルベロバロ。ありがとうございます。さあ、これ硬いですね。大丈夫ですね。まあ、アタック低下もかましましたから、今ね。さあ、ビーデルさんで落とすかな。252万。素晴らしい。ビーデルラッシュ。さあ、ショートヘアはね、今回、まあ、見れないんですよ。うん、攻撃参加中にご飯ちゃんいないから。うん。
さあ持ち越してしまいましたねっていうところの、そうですね、まあ回なんかでいいんじゃない、まあこんな感じでいいんじゃない、多分おそらくケールで落とすと思うから、さあいい感じにドッカモード溜まりましたね。最終ステージでバチコーンを打ちたいところなんですけども、果たして打てるのかどうか。さあケールで落とすだろう、多分頼むから落としてほしいな。さあもう5ターンもかかってますね、161万。レジストキャノン開始、落とす、アーザスアーダトゥー。さあもう最終ステージでございます。すごない、ビーデルおるおらんでちょっと難易度変わってきてますせ。ただここがね、最終ステージがね、純粋サイヤ人もいなければ宇宙サバイバルフェもいないんで、ちょっとカリフラ姉さんがどう出るかなっていうところの、で全属性ガードは、あ、そうか、ケールが、あのケールは間にカリフラ姉さん並びに、まあ、スーパーサイジ2カリフがおると全属性ガードしてくれるから、まあ、それは心配ないかなというところの、あ、これどうしようかな、やっぱり LR の、スーパーサイヤ人2カリフラで、打ちたいなと思ってる。ドッカーモードね、ヤムチャ落とせっかな、ヤムチャとりあえず集中的に行きまして、で、そうですね、仮面仙人の必殺来そうなんで、仮面仙人を必殺封じで、ヤムチャを必殺封じしとこうかな、まあ、落とせたらいいんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、本気だ本気本気本気、お前の大好きな女ばっかりやぜお前今日、俺も好きやで。異性を意識しなはれや皆さん、君のハートにマッシブ S、 よろしくどうぞ S。 さあヤムチャ落としたいんですけどね、まあ追撃はしないんですよね、そうそうそう、純粋星人と宇宙サバイバル編何回も言いますけどいないから、ワンパン無理かな、会心出たワンちゃん、ワンちゃんワンパンないっすよね、分かってたんですけどね。まあまあそんなもんすわ。はい、これ硬いですね、アドスアドスアドスで亀仙人のアタック低下と必殺封じをかましていくん、殺意撃ありがとうございます。だいぶねアタック低下かませますよ、アザトゥーン。さあもう一発ないっすよね、分かってたけどね、でヤムチャの必殺封じをしていきましょう、回避ナイス、スキル玉の回避が発動していくわ、でヤムチャの必殺封じ回避していく、素晴らしいわ、で回復していく。さあビーデルさんをどこに持っていくか、まあ並びはこんねんいいんじゃないかなと思ってる、ね、ヤムチャが邪魔なんですよ基本的に。いや、いや、ちょっと待って。いや、ウーロンかな。ウーロンかなと踏んでる。踏んでる。どうしよう、ウーロン。ウーロン集中的にやったらワンチャンいけんじゃねえか説。あ、どうなんだろう。無理かな。まだアイテムふんだんにありますから、心配することはないんですけど。194万。どうすか。会心追撃素晴らしいよ、乗ってるよ、興奮してんな、ビールさん興奮してんな、どういうこと。あー、これ食らうな、まあ、次のターン回復か、だから初めて必殺来たような気がする、気のせいかな。さあ硬いっすね、やっぱりね、ベースがアタックディフェンス 158% アップですからね、やっぱりね、ビーデルといった侮る流れ、やっぱりフェースゲンですよね、という感じ。だがしかし、私は狙わない。てかね、3年強してるんですけど、ドッカンバトルを。初めてスルーしたな、ドッカンフェス。どうでもええっすよ、こんな話ね。とりあえず、まあ、ウィスもう一回使いましょうというところの。そうですね。で、こうかな。いや。え、いや。えっか、これで。ヤムチャを落とす。いや、ちょっと待って。亀仙人。いや、でもね、超必打ちたいんで。いや、どうしよう。これ迷うんすよね、いつもね。
まあ、長筆打てなく、いや打ちたいな長筆ね。でもねカリフラのところでね紙線に必殺来たら鬱陶しいんで、まあ骨に食らうことはないんでしょうけど、もう回避してくれることを信じるか。で亀仙人の必殺封じでよろしくどうぞ。まあ亀仙人アタックテイクかましてますからね。うん、271万、これヤムチャにカーソル合わせてたね俺。たまにねカーソル全然違うやつに合わせる時あるんですよね。うん、特有属性にカーソル合わせてたらいいんですけど、苦手属性にあの合わせてる時ありますからね、多々ね。うん、まあ俺もドッカンバトルあるあるちゃいますか。うん、ぜひ歌っていただきたいですね。最近あのドッカンバトルあるあるの歌なんか歌ってる人ですね。 R 藤本さんですか。うん、あれちょっとあの仲良くさせてもらってる某配信者さんのパクリということでよろしいですか。さあ、タクテイカかましていく、必殺封じもかましていくと。ありがとうございます。ちょっと待って、ぬるげーなってない。楽勝や、クソ楽勝でない。そうか。さあ果たして誰に問いかけてるの。視聴者の皆さんでございますがね、最高落とせんじゃねえワンちゃん、無理で。アタック伸ばし287。すごいな。いやこれ1突でこの火力ですからね。2突3突も2時とかやったらもっと火力出ますよ。でうちの母ちゃんで必殺封じしていくと、あ、徳島のリュウリアンさんをよろしくお願いしますね。何もしてないですけど、ツイッターも YouTube も何もしてないですけどね。あ、自分 TikTok は見てるっちゅうてた。うん、はい、とりあえず、5ターン目になったんですが、まあ、骨に食らうことないでしょ。もうアタック低下と、必殺封じもかましてる。必殺封じはないと。うん、なるほど。まあまあまあ。あ、じゃあ、あ、まあいっか。もう落とせっしょ。落とせっしょ。あ、だいぶ食らうわ。だいぶ。さあ、ナメプっていうことはこういうことですよ、皆さん。やっぱりね。うん。アイテムを惜しみはなく使おうぜっていう話ですね、やっぱりね。うん。はい、ありがとうございます。でケールで落とすと思うけどね。うん、141万、どうかな。撮影できてるよな。本当にできてない時多々ありますからね。うん、あかー、カリフラ姉さんで用途さんかな。ちょっとね即属性多いからねこのチーム。うん、落とした。あ、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。フレンドさんにね、ただいまのピックアップともなってますおニューキャラクターの力属性ビーデルをお借りしですね、極限スーパーバトルロードピチピチギャルのみ挑戦か挑んでみたという動画で、ございましたけども、19分ですよビーデルを。だからフレンドに借りたらだいぶ、うん、ぬるげになったとはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、本当にね勝ちやすくなってますんで、もしこのビーデル持ってる方はね、ぜひビーデルサンドで行くともっとクリアタイム、うん、早くなるかと思いますんで、ぜひやってみてはどうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。